回れ回れ、ひたすら回りやがれ、ミスターターンテーブル。こういった形になっておりました。こう回転して本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、リアクション OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、今回はですねターンテーブルを紹介していきたいと思います。まずですね、なぜターンテーブルを今回購入したかと言いますと、鬼滅の刃にハマったからです。そこからですね、最近購入したフィギュアなんですけど、こちら炭治郎と禰豆子2人が手をつないでいる兄弟のフィギュア。いや、素晴らしいクオリティじゃないですか。まあそういうですね、フィギュア熱が加熱しまして、 YouTube でですね動画をたくさん見漁りました。となるとですね、ある一つの問題に気づくんです。フィギュアを回して、というわけでですね、いろいろとサイトを見て回りました。たくさんねターンテーブルあるんですよ。電池式だったり USB で給電しながら回したりね、空中に浮かせて回す、実際には浮かしてないんですけども、浮いてるように見えるターンテーブル、日本製、中華製、まあいろんなものがたくさん売っております。そして値段もピンからキリまでです。はい、というわけでですね、ターンテーブル初心者としては何がいいのか、評価が高いターンテーブルを探して今回の商品に決めました。 DSI クレオスミスターターンテーブル L DS001、開けていきたいと思います。今回はダンちゃんは必要ありませんね。こちらです、ターンテーブル L。 結構 YouTuber の方もですね、このターンテーブルを使ってる方が数多くいました。 Amazon の評価レビューもかなり良さげだったので、こちら買わせていただきました。開けていきたいと思います。お、テープ貼ってる。ダンちゃんの出番です。ダンちゃんとは何ぞやって方はですね、こちらの動画を見てください。はい、オープン。こういった形になっておりました。はい、時計サイズのようですね。今ですね、こういった形でですね撮影をしております。テープを外します。はい、こちらにフィギュアを乗せてこう回転してくれるというですね、優れものとなっております。簡単にですね、特徴を説明していきたいと思います。直径がですね189センチ、大型モデルにも対応しております。テーブル部分はですね、高級感があるミラー仕上げとなっております。スイッチがありまして、ここですね、スピードの調整ができます。1と2がありますので、こちらが1が遅いで、こちらが速くなるというですね、電池仕様となっておりますので、この裏側にで単三電池が3つ仕様ですので、電池入れていきたいと思います。はい、で電池を今セッティングしました。回っていただきたいと思います。はい、まずこれが遅い、そして速くするとこんな感じになっております。ミスターターンテーブル L はですね、もうとてもシンプルな商品です。特にですね、これ以上ですね説明する内容がありませんので、動画の後半に関しては監督が持ってるフィギュアをとにかく回して回して回して回しまくりたいと思います。ではどうぞ。
この監督ラボでですね、自分が好きなものをですね、紹介しております。このターンテーブル、今後もですね、動画の中でフィギュアを買ったりですとか、いろんなものをね、商品紹介する際に、こちらに載せれるものはですね、どんどん載せて、紹介していきたいと思います。ではまた次の動画で会いましょう。ですね、二人が手を繋いでいる兄弟のフィギュア。電池式だったり、電池式で、こちら、あ、パチってきた。はい、こちらですね。はい、こういった形でですね、撮影をしております。さすがにこっちにはピント合わないよね。